生まれも育ちも京都のおっさんが京都をメインにたまに全国各地でうまいものを紹介する元祖京都食レポチャンネル、チャンネル登録お頼申します。京都へおいだす、どうも Mr. 京都アッキーです。はい、本日は雄大なところにやってきましたよ。はい、京都は山城田がですね、ほんで前からねちょっと車で通って気になってた食堂っていうかね、手打ちうどんっていう看板が上がってるお店があって、そちらの方に乗り込んでみたいと思います。なんかね、うどんとかうどん付き定食とかあるみたいで、はい、今日はそんな感じのものをがっつり食らっていこうと思うんですけども、初めてなんで非常に楽しみです。ということで今から向かっていきたいと思います。そしたら行ってくるぜ、ゴーゴーゴートリプルゴー、レッツゴー、行ってきます。よっしゃー、来たよ山城田が。こちら車で通ってね、ずっと気になってたんですよ。手打ちうどんコロクアン、コロクアンさん、はい、なんか喫茶店のような面影なんですけども、うどん屋さん、食堂です、食事どころ、はい、行ってみます。よし、そば売り切れ、まあようどんで。じゃあ、いやー、いろいろね気になったんですけどね、このエビフライの絵を見たらエビフライが食べたくなったんで、このうどん付きのエビフライ定食、これにします。はい、ということでやっていきましょう。なかなかおしゃれな店内ですね。もう喫茶店のような佇まいなんですけども、定食、手打ちうどんのお店ということでね、はい、僕も初なんで楽しみです。今日は大好物のエビフライ定食のうどん付き、はい、注文しましたんでよろしくお願いいたします。来ましたよ、こちらね、うどん付きのエビフライ定食ですよ。もう出汁の香りがねむちゃくちゃいいわ。ご飯もうまそう、ひじきにエビフライがたっぷりついてます。うわー、もうたまらんね。ほんでこのうどん、最高の出汁の香り、いただきます。はじめ、身にしみる、つま先まで身にしみる、うまい。まずはサラダから。マカロニサラダもね、これ手作りっぽくてね、むちゃくちゃうまそうやね、これ。エビフライ。いってみよう。タルタルソースも下にたっぷり。エビも結構ね、あの締まった感じで美味しいです。おっしゃ、ほな手打ちうどんを。結構太いめのうどんで、コシのありそうなうどんですね。うまそう。行くぞ、バーゲームじゃない。
シのあるうどんや。もうどっちかってなんかね、さぬきうどん風の歯ごたえですね、しっかりした。いや、4本もエビフライがついて、ほんまにボリューム満点。うまいわ、ごっつやろこれ。うん、うん、米が進むわ。うん、ひじきもうまい、たまらんね。うん、うん、もっと食べたい。大きいのしたよかった。いやー、エビフライ最高。ちょっとソースを出して、よし。いや、こういう食堂がええな、ほんまに。もう何でも食べれるし、もう毎日でも来たい食堂ですね。はい、うどんもうまいし、だしもうまいし。はい、ということでこの日は京都府城陽市山城田賀にあります、うどん屋さんか喫茶店か食堂かよくわからないお店コロクアンさんでお昼ご飯をいただいてきましたけども、いやーうまかったね。ずっと気になってたお店なんですよ。ほんでね、うどんの出汁がもうほんまにむちゃくちゃ最高、うますぎましたね。ほんで今日はどうしてもエビフライに目がいってしまいまして、エビフライを頼んだけど、まあエビフライも揚げたてサクサクでもちろんうまいけど、それにうどんがついてるというのがありがたいです。ほんまにうどんがうますぎて、次行った時はうどんの単品メニューを頼みたいなっていうぐらいほんまに美味しい出汁で、もう最後の最後まで飽きることなく楽しませていただきました。お店の方も非常に親切で、あの地元で愛されてる食堂っていうのが伝わる、ほんまに素晴らしいお店でした。もうね、だしがうますぎるんで、普段はめったにやらないご飯豆乳雑炊的な食べ物を締めにさせていただきましたけども、もう最高に身も心も温まりました。京都にはまだまだ素敵な店があるっていうことです。美味しかったです。バリバリうまかったね。もう感動レベルの出汁のうまさ。はあ、いろんなもん食いたいな。もうほんま、京都府の山城田賀、すごい優雅な町なんですよ。はい。山城田賀にはね、イノシシラーメン食べれるところとかもあるんで、また来たいですね。ここももちろんいろんなもの食べたいんで、また行きたいですけどね。はい、いやほんまにむちゃくちゃうまいうどんでした。美味しかったです。ごちそうさまでした。いやうまかった、完食です。お腹満足、大爆、お腹パンパンです。ごちそうさまでした。はい、ということでごちそうさまでした。本日は山城田賀コロクアンさん行ってきましたけどね、うまかったね。身に染みる美味しい出汁やったわ。出汁の味もしっかり濃いめでね、もう定食のご飯にぴったり合う、そんな感じでしたね。エビフライもボリューム満点、4本入ってました。あー、贅沢なお昼ご飯でした。っていうかもう夕方なんですけども、はい、ということでごちそうさまでした。それではチャンネル登録よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。ご視聴いただいている皆様、愛してます。ありがとうございました。次はね、定食じゃなくてがっつりもう普通のうどん食べてみたいですね。うどんがうますぎた、ほんまに美味しいうどんでした。はい、ありがとうございました。